おはようございます。9時今日は土曜日、土曜日じゃないか、土曜日、あれ日曜日か。なんか私のこの時計表記水曜日になってるからあれと思った今一瞬。なんか自分の考えがバグったのかと思った。日曜日か。日曜日だったらみんなお休みの人が多いですか？みんなお休みが多いですね。うん。洗濯中です。らい、ぜひも洗濯しなきゃ。やばい やばいですね。洗濯しなきゃ。今日は45分を4回やります。長めの配信かも。今日1回のあの配信が星投げ中ですね。星投げよろしくお願いします。私は本当に今さっき起きました今さっき起きました。そう、なんか寝起きってさ、なんでさ声がさカスカスなんだろうね。不思議。徐々に声が変わっていく。うん。声変わり？声変わりではない声変わりではないかな。うん。近所のしだれ桜が満開です。めっちゃいいね。近所で桜咲いてるって羨ましい。ちょっと顔飛びすぎ。うん、
朝ごはん何食べる？ですね、朝ごはん食べる気分じゃない今。朝ごはんは今日いいかな。うん、うんうん、お話し会は朝早いのと夜どっちがいい？私は。どうだろう、朝はすごい苦手だけど夜お話し会組だと帰る時寒いんですよ、めちゃくちゃ。だからまあ寒いなら朝がいいかな。そうですね、自動的に早起きできるし、なんか、うん。でも夏になったら夜がいいですね。うん、そう、帰る時ほんと寒いんですよ、風がもうめちゃくちゃ冷たくて、私寒いの嫌だから。そう、そういう時期だった、寒いっていう時期。そうね、季節によりますね。3部から7部くらいまでがベスト。わかる、3部から始まって、そうですね、7部何部、うん、理想は朝一番早くから始まって夕方帰るっていうのは理想ですね、理想の部。一番、うん、バランスが良い。やっと花粉から解放された？されました。花粉もう終わったんですか？でも昨日雨降ってたからね。今日は花粉が落ち着いてるんですかね。今日は飛ぶんでは。今日は飛ぶって。次はヒノキだね。ヒノキ、ヒノキの花粉、杉よりヒノキがきついらしい。そうなんだ。でもくしゃみしてる人本当に最近よく見かけるもんな。洗濯中干しした方がいい。すごい家庭的なアドバイスですね。うん、
糖と小麦粉控えるだけで花粉症が改善する。え、そんなことある？そんなことある？そう、そうなの？でも改善するんだったらすごいね。もう砂糖と小麦粉を控えるってことはパンをあんま食べれないってことですね。それは悲しい。パン大好き。さっき外に出たら木に暖かかった。暖かいね。今日暖かいのか。昨日暖かかったけどって言ってもちょっと寒かったけどどっちって感じ。そう、しかもね、雨降ってて、昨日はもう夜中もずっと雨降って、わかる。外あったかいのになぜか廊下は寒いよね。めっちゃわかる。廊下ってなんであんなに寒いんだろうね。すっごい寒い。だから私自分の部屋から出れないもん、寒くて自分の部屋出たら廊下なんですけど、廊下っていうか廊下みたいな、そこ行った瞬間もうヒヤヒヤで、もうね出たくないんです、寒すぎて。お風呂場の寒さもなんとかしてほしい。わかる。あ、メロンメロンさん、ペンギンありがとうございます。チェリーオータエンジェル投げ押しさん、ペンギンありがとう、ありがとうございますね。お風呂場もうほんと寒いから、ほんとお風呂入るときさ勇気いるよね、ちょっと寒いからあー寒い寒い。特に冬、今はちょっとまあ寒いけど我慢できるかなぐらい。冬はほんとにねもう寒い、全身鳥肌になる、なってお風呂場に入るっていう寒いね。よし行くぞっていう勇気が必要です、お風呂入るときは。もう寒いから、チェリオとエンジェルの泣き推しさん、ペンギンありがとう。お風呂入ってもシャワー出したら最初は冷たいから、それで温まるのを待って、だからもう本当にねお湯が出てくる頃にはもう本当鳥なんです、肌がもう全部鳥肌。北海道の人が寒さに慣れてるっていうのはね、もうそれは偏見ですよ。逆に慣れてないから、慣れてるっていうかもう寒いのは好きじゃないと思います北海道の人は。鳥肌。劇場公演も結構寒いですね。夏以外はほんと開演前はみんな鳥
鳥肌立ってます寒い寒いって言いながらあの幕の裏に行くっていういや寒い。うん、戻ったらね、まあもちろん暖かくなるんですけど、うん、そう、劇場は結構空調が効いてるのでちょっと乾燥もしやすいかな。うん、どうだろう、劇場公演見に来てる人は寒くないんですか？サリーの生誕祭の時からロビーから劇場に入ったら寒ってなった。あ、やっぱ寒いんだね。でも絶対ね、みんなもね、あ、寒いと思いながら劇場に座ってるのかなってたまに思う。コールしたりすると暑かったりする。コールすると汗かく？汗かくものですか？空調の風が直接当たるところはきついそうなんだそういう席あるんだ。それはきついかも。うん、劇場で寒さを感じたことないけどな。あ、そういう方もいらっしゃるんだ。寒いと思ったことはない。あ、そうなんですね。うん、足元がいつも寒いかな。あ、足元ね、寒い。なるほど。もう結局ね、寒いの得意な人ってそんないないですからね。あ、カントリーアットマークなぎなぎ中さん、ペンギンありがとうございます。うん、今来たけど星投げまだ間に合いますか？ぜひ投げてください。嬉しいです、投げてくださったエイトのイベントで極寒の中待ってるのに比べたらエイト、チームエイトはね、あの外でのイベントが多かったので、確かにまあファンの皆さんは寒さに耐えてきたっていうのはあるかもね。本当に尊敬します。朝早くからイベントに並んで、本当に寒い時はかわいそうよね。タヨスピットの時は本当そうだよね。あれ雨も降ってたし、本当寒かったし、朝早いしみたいな。そう、いやー、エイターの朝は早いからなあれね、そうだよね。みんなだから朝すごいなと思って、はい。あー、ちかっぱ祭、ちかっぱ祭り、ちかっぱも寒かったね。カンタアットマークカンカンさん、ペンギンありがとう。
ありがとうございますね。ちかっぱも一番最新のイベントでいうとちかっぱが寒かったあれはね、でも会場が広かったので、まあ、寒かったっていうのもあるのかもしれない。8の日で鍛えられましたね。あ、そうなの、8の日は寒いんだ。まあでもね、寒いか。チェリオとエンジェルなぎおしさん、ペンギンありがとう。なんか山梨が一番寒かったってなんかみんな多いですね、このコメント欄。寒かった、私も寒かった記憶あるかも。うん、雪残ってた、残ってたかも。山梨って待って、何年前何年前の山梨だろう。エイトの日だよね、富士急さんの近く、そうステラシアターでやった5年前5年前そんな前、あ、違うかそう2年前3年前あ、5周年あ、3年前ですね。3年前だけど、なんかすごい最近に感じちゃう。3年も最近か。私はだから18歳でしたね、あの時は。でも野外でその周年コンサートとかってめちゃくちゃいいよね。うん、ステラシアターももうちょっとあったかい時期にやりたいな、外で。うん、野外はね、本当天気がいいと自然光がいい。なんか自然光ってさ、漏れるんだよ。あ、顔の話ね漏れるんですよ。そう、すごく。そうだからね、照明もあれだけど、やっぱ自然光がいいですよ。またコンサートしたいな、ステラシアターで。なぎちゃんは変顔しても可愛いから大丈夫で、変顔見たことないですよね変顔見たことないですよね。可愛いとは限らないですよ、変顔が。
ステラシアターでめっちゃ日焼けした。日焼けはするね。私もほんと焼けやすい。うん、私もなんか白いわけではないので肌がね。なんか北海道出身だから絶対白いでしょっていうね、そんなことないんですよ。でもね、生まれた時は色白だったの。私色白だったんだけど、多分外で遊びすぎてね、色白ではなくなった。普通まあ日焼けしてた、常に子供の頃は。でもそうだね、結構高校生あたりから本当にだんだん色が白くなってきました。日焼けがだんだん取れてきた。ていうか外にあんま出なくなったからかな。外で本当遊ばなくなった。家にいたらね、肌が白くなります。あ、永井さん、ペンギンありがとうございます。ありがとう。白くなりたいですね。まあ肌の色なんてね、何色でもいいんですけど、私的にそう、一番メイク映えする肌の色は白白くなりたい。ちょっとで2位になれるかな今日は結構筋肉痛です。ちょっと今腕を動かして思いました。なんか腕が、ここが筋肉痛。ここ何で筋肉痛になってるのかな。もちろん私も筋肉痛はなりますよ。そう、うん、あ、永井さん、ペンギンありがとうございます。でもね、普通に昨日公演2公演だったし、まあ、レッスンもあったから、それはそうですね、筋肉痛になるかうん。でもね、本当に
筋肉痛になる回数がでもね減ったんですよ。なんか逆に20代に入ると筋肉痛になるってか毎日筋肉痛になるのかなって思うけど、そう、そこまでひどい筋肉痛にあんまなんないです。まあ、すっごい歩いた時は筋肉痛になったけど、そうですね、そんなに、うん、根も葉もらへんからなんか体が強くなったあ、チエリオとエンジェルなぎよしさん、ペンギンありがとうございます。でもね、ネモハモルモは、ネモハモルーマ、ルモアじゃない、ルーマ、ネモハモルーマはね、サトちゃんとレイちゃんと最後に踊れたのでね、よかった。ね、昨日の衣装かわいいよね。すごいプリキュアみたいな衣装でそうなんだよ、すごいフリフリな衣装で、うん、かわいい、いかにもかわいいって感じの衣装だった。リボンがいっぱいついてたね。うん。そう、さとちゃんとおそろっちのピンク衣装でした。でもやっぱあのバトフェス公演ってチーム B 推し、チームバトフェス推しにして毎回歌ってるんですけど、毎回やっぱりあのメンバーが変わるので歌詞も変わるんですよ。だからこの人のあのこの人の自己紹介の時は私たちはこうやって言わなきゃとか担当がそれぞれいるんですね。それを毎回変わるから覚えるのがバトフェス公演は大変だなって思いますそう、あ、この人のガヤはこうなんだっていう、そう、順番も変わるのかな。あ、でも私前回と順番変わんなかった、自分の場所は。そう、あの、そうですね、あの、私北海道といえばって言ったらみんながジンギスカンっていうとこあるんですよ。それもなんかタイミングが難しくて、1回公演目の時になんかタイミングが合わなくて、みんなとそれでみんなジンギスカンみたいになっちゃってなんかねちょっとあれれみたいになっちゃった。北海道といえばのね単語がちょっと長いので、で
でも2回公演目の時はうまくいったはず、多分。2回目は聞き取りやすかった よかった。やっぱ自己紹介曲だからね、なんて言ってるかはっきり言わないとね。そう、笑っちゃったもんだから、クスクスみたいな , 笑い声も入ってしまった。ジンギスカンってモンゴル人では、それチンギスハンじゃない？チンギスカン食べたい。1位になりましたよ。やった。今日はランクダウンしてもう2位までにも痛いですね なんでジンギスカンっていうの？え、わかんない。なんでジンギスカンっていうの？なんででしょう。なんでだろう。北海道出身だけど分からないです でもね、北海道出身だからジンギスカンをよく食べるのっていうのはね、それは違うんですよね。家の中でやったら本当に匂いが大変なことになっちゃうので。あ、歌ある。ジンギスカンってやつじゃあるよ。でも実家に帰った時に、つい最近実家に帰った時に、ジンギスカン一回食べました。名寄のジンギスカフビライハンもいいね なんか、もう人の名前だよ。フビライハン、エビフライいいねって意味
43分にランキング読むね。45分やるけど結局一番効率いい時間って何分なんだろうって悩む。時間に余裕ある日は25分でたくさん枠を増やした方がいいのかなってね、すごい迷うんですよ。20分を6回が一番いいの？あ、9回か。とりあえずランキング読みます。うん、13位は立川県警アットマークミニオンさん、ありがとうございます。あ、変わった。13位はあゆまるさん、ありがとうございます。12位は3939天球さん、ありがとうございます。11位はトカチンさん、ありがとうございます。10位はガッシュさん、ありがとうございます。9位は UFO 今日もイベント頑張ってねさん、ありがとうございます。8位は国曜あかっこ弱い人さん、ありがとうございます。7位はさんちゃんさん、ありがとうございます。6位は本兵衛さん、ありがとうございます。5位はカントリーアットマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。4位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。3位はメロンメロンさん、ありがとうございます。2位は永井さん、ありがとうございます。1位は千恵亮太演じるなぎよしさん、ありがとうございます。よし、じゃあ次の配信は12時からです。また45分配信します。じゃあまた後でです。バイバーイ。バイバイと言いつつもあと10秒で切ります。バイバイ。星集めもよろしくお願いします。バイバイ。